はじめまして、こんにちは。外来リハビリテーションスタッフの坂本です。この動画では、外来リハビリテーションについて簡単に説明をさせていただきます。では、始めます。外来リハビリテーションとは、精神科デイケア、精神科デイナイトケア、精神科ショートケアをまとめたリハビリテーション施設です。外来リハビリテーションを略して外リハと呼ばれています。外来リハビリテーションは様々な目標や悩みを持った方が通所しています。日々生活を送る中での困りごとを何とかしたいと思ったり、もっと良くしたいと思ったりすることはないでしょうか。やりたい気持ちがあっても一人では解決できないことがたくさんあると思います。外リハでは利用者さんのそのような思いに寄り添い、希望を実現するためのサポートを行っています。例えば、こんな思いはないでしょうか。趣味や夢中になれることを見つけたい。家にいるばかりでつまらない。孤独だ。外来リハビリテーションの特徴として、一人ではできない楽しさを味わえるという点があります。プログラムと呼ばれる30種類以上の日中活動を提供しています。プログラムは趣味や夢中になれることを見つけて気分転換を図ったり、仲間づくりのきっかけになります。外出など、家で一人ではできないような経験がきっとできると思います。同じような病気を抱える仲間ができるという点も、外リハの特徴だと思います。20代の A さんです。外来リハビリテーションでの大好きなスポーツを通じて仲間ができた。気分転換にもなるし、体力もついた。とお話しいただいてます。 A さんはこの後就労準備の訓練を受けて今では一般企業で働いています。家で過ごす時間が多い B さんは外来リハビリテーションに通所する中で、家だと寂しいけど外リハに来るとみんながいて楽しいと話します。B さんは趣味を見つけ、生き生きと生活しています。次に、こんな思いはないでしょうか。同じような病気を持つ人と話がしたい。家族には言えない悩みを聞いてほしい。再発を防ぎたい。外来リハビリテーションの特徴の2つ目に、理解し合える利用者と親しみやすいスタッフがいるという点があります。様々な病気を抱えた利用者さんがおり、病気に関する悩み事を話したり、共感し合ったりすることができます。また、スタッフは皆優しく専門性を持っており、個人的な悩みや困り事にも丁寧に対応しています。病気と付き合っていく上で、病気のことや日々の悩み事を話すのはとても大切なことです。学生時代の友人とも交流のある C さんです。病気のことは家族や友人には話しにくいけど、外リハなら安心して話せると言います。何度か入院したことのある D さんは、スタッフに不調のサインを気づいてもらうことで、早めの対処ができるようになったと言います。とても悪い状態になる前に、休養のために入院をするなど、病気とうまく付き合うことで、再発を防ぐことができています。では、このような思いはありませんか？
仕事がしたいが自信がない。外来リハビリテーションの特徴として、就労支援が充実していることが挙げられます。就労サポートプログラムという病気を抱えながら働き続けるための準備プログラムを用意しています。どのように働きたいかは一人一人違いますので、それぞれの目標に合った個別フォローも行っています。長い間仕事から離れていた E さん、ブランクがあって心配だったけど、就労プログラムの参加で自信がついたと話します。着実に準備を進め、今では希望する職場で働き始めています。このように外来リハビリテーションでは、皆さんの思いに応えるために様々なサポートを行っています。一人一人の生活や目標によって、利用の仕方は様々です。外来リハビリテーションで何ができるのか気になった方、少しでも興味を持ってくださった方、もっと説明を聞きたい方、利用を迷っている方、ぜひとも外来リハビリテーションへお問い合わせください。はい、ということで、外来リハビリテーションについて説明させていただきました。皆様からのお問い合わせをお待ちしております。